ビビりまくりすぎっていうか、楽にまくりすぎでおなじみのセンシティブ・マイ・ハートです。1分間のどうでもいい話、第98回始まってしまいました。あの、昔ですね、あの中学校の時にですね、あの、なんか公園に遊んでましたらね、なんか不良2人組、ちょっと怖そうな2人組に絡まれまして、 で当時全然僕お金持ってなくてですねで向こうがポケットをあさり出したんですよそしたらですねポケットの中から汚いハンカチが出てきて「うん、お前かわいそうだな」って言われて許してまいりましたいい加減しろどうもありがとうございました